はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね、機関車トーマスの300ピースのジグソーパズルです。こちらをですね、先日、パズル屋さんに行って見つけてきましたね、はいはい、300ピースあるんだけども、ここはですね、なんと機関車トーマスの仲間たち176の機関車がここに乗っております。あ、ごめん、機関車だけじゃない、ボルダーとかもいるから、まあ、176キャラクターがここにプリントされておりますね。はい、はい、結構細かい、パズルなんだけど、ただね、キャラクターがいっぱい出てるから組み立てやすいかなと思って買ってきましたね、はい、このパズル屋さんで、あのサンプルでね、ちっちゃいパズルあって、スレンシック組み立てたもんね、うん、なんでちょっと面白いかなと思って今回買ってみました、はいはい、はい、では開けていきましょう。はい、よいしょ、うん、これがジグソーパズル、300ピース、うん、そして、あ、小分け取れて、こんなちっちゃいのね、ちっちゃすぎる、これだけ、うん、あとはジグソーパズル専用ののり、はい、ヘラ、ヘラがついてありましたね、のりヘラ。では早速こちらを作っていきましょう。はい、はい、ということで1時間半ぐらいかかったかな、全部でね、ようやく300ピース全部組み終わりました。はい、でトーマスのとこね、姉ちゃんが作った。そうだね、でも後半頑張って一緒に手伝ってくれて、後半かなりペース上げて作りましたね。はい、でこれをですね、こちらの額も買ってきておりますので、こっちか、これにですね早速入れたいと思いますね。はい、はい、ちゃんとサイズが同じやつを買ってきた。しかもね、金の枠だから、おぉすげえ。何年ぐらいしたの？1980円、金だからね、こうしていかなきゃ、これ外して、ちょっと待ってね、じゃあちょっとゆっくりスライドさせてください、ちょっと緊張の一瞬ですからね、これ失敗するとどっか落っこっちゃうからね、せっかく組み立てたやつ、そう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 、はい、オッケー、うわー、ちゃんとぴったりはまったね、ぴったりはまりましたね、うわ、よし、そしたら、怖いんだけど、上からですね、これを乗っけると、いくよ、よいしょ、あー、はい、そんな風だったの、これで閉めちゃおう、はい、これでちょっとでもいいから閉めとけば完成だ、オッケー、オッケー、はい、できた、おお、素晴らしい、素晴らしい、完璧、マジ、うんうん、はい、ということでこちらが機関車トーマスコレクションの300ピースのジグソーパズルですね。はい、できました。はい、すごい、やっぱ額に入れるといいね、うん、ちょっとね、今回のり付けはしてないですね、うん、キャラクターはね、こんな感じでいっぱいいますね、うん、昔ながらのおなじみのキャラクターから新しいですね、 CG のキャラクター、うん、特にびっくりしたのはヘンリエッタに顔がついてたこと。そう、うん、昔はついてなかったけど、ついてなかったからね、びっくりしちゃったよ、びっくり、えったに顔ができたよ、てん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 、なんだその歌はこんな感じですね、はい、すごい、こちら最後の列ですね、はい、176キャラクターってのはすごいね、うん、もちろんもっとね、機関車トーマスシーズンにはいっぱいキャラクターがいるけど、はい、で、これが真ん中にあるトーマスだね、そうだね、まあこれはよくあるトーマスだね、うん、はい、はい、ということで今回は機関車トーマスのジグソーパズル300ピースでした。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。はい、なかなか面白かった、うん、トーマスのパズルを見つけて久しぶりにトーマスに触れてみたいなと思って買ってみました、うん、これ達人級なんじゃない。これはね、普通のピースのサイズなので達人のやつではないと思う、うん、うん、もうちょっとね、最近はね、すごいちっちゃなピースとか、うん、あとなんかプラスチックみたいな、うん、あのすごい白が綺麗なピースとかいっぱいね、ジグソーパズル出てて、立体とかね、うん、それも面白いですけども、やっぱ作っていくのは楽しいね、うん、うん、はい、ということで今日の動画はですね、もしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね、はい、はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、それからマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、はい、そちらのフォローもお願いします。はい、はい、ということでこれはどうしましょうか、どっかに飾っておきたいね、うん、うん、ちゃんとのり付けして飾っておきたいですね、はい、はい、ということで今回は以上でございます、バイバーイ。